この時間はブラジル対クロアチア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲーム、舞台はエスタジオドマラカナンで行われます。カナリア色のサポーターがスタンドに詰めかけています。クロアチア国歌お聴きいただきます。続いてブラジル国歌です。さあ、北澤さん、気になる選手はいらっしゃいますか？フェルナンジーニョですね。高いキック察知能力、そしてボールを奪う技術、カウンターを食らった時でも最初のフィルターになってくれますからね。こういうセカンドボールを拾える選手がいると相手に主導権を渡さないので非常に効いてきますよね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。ブラジルのキックオフでスタート。ブラジル対クロアチア、サイドを紹介します。皆さんから見て右に攻めるのがブラジル、画面右側がクロアチアとなります。左サイド上がるか、フェルナンジーニョ、フェルナンジーニョからリシャルリソン、どうする、仕掛けるか、これはどうだが、テリニッチ、いやファインセーブです。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。この難しいボールによく触りました。クロアチアはここクリアで難を逃れます。モドリッチ、大きく縦へ、縦へ送る、縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。ラキティッチ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ラキティッチからシュート、わずかに左へ逸れていきます。もともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。ラキティッチがキープすると前にいる選手もパスを引き出そうとよく動いてますね。彼が持った瞬間、周りのスイッチが入って全体が流動的になりますよね。右サイド上がっていく、ここで丁寧にボールを扱う、クロス、クリアです。来た、ウチーニョ、クロアチア、ここはクリアでピンチを出します。アレックス・サンドロ、
ミランダ、アレックス・サンドロ、ミランダ、アレックス・サンドロ、ダニ・アウベス、コーチーニョ、ここ来ましたよ。フェルナンジーニョからのフィードボール、フェルナンジーニョからのスルーパスは通りませんでした。プレスからボールがこぼれる。コーチーニョ、クロアチアとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに熱目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。アーチのようなパス、アレックス・サンドロ、一旦戻します。マルキーニョス、フェルナンジーニョ、大きくサイドチェンジです。これはつながりません。アレックス・サンドロからのパスは通りませんでした。スペースを狙う、オフサイドです。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まだ点も動いてないですからね、まずは主導権を握る上でどうするのか見極めることが大事になってきますよね。スタミナがありますからね、ミスは少ない時間帯ですのでじっくりいってほしいですよね。また中央へ、裏を狙っていきます。裏を狙う、ペリシッチ、さあ繋がるか。おお、これいいですよ。中央へ、ブラジルはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあどこに出してくる。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。ブラジルはここクリアで難を逃れます。裏へ届くか。さあ一気にカウンター、ペリシッチ、さあどうする、ラキティッチ、ペリシッチ、モドリッチ、チャンスを演出できるか。リサルリソン、アレックス・サンドロ、モドリッチ、ここは競り勝ちます。ラキティッチ、ブロゾビッチ、もう一つ前に行きたい、モドリッチ、縦へのボール、フェルナンジーニョからリサルリソン、ミランダから大きく縦へ、アレックス・サンドロ、ミランダ、ミランダから縦へのボール、アレックス・サンドロ、ここはクロス、これを拾いたいクロアチア。アレックス・サンドロ、ここで丁寧にコントロール、フェルナンジーニョ、長いボール縦へ、さあカウンターを仕掛けます。ペトコビッチ、ラキティッチに渡る。さあもう30分になろうとしています。ブロゾビッチ、どうする、いいプレッシャー、アレックス・サンドロ、一
人で持ち上がっていくミランダ、長いボールを送ります。ボールが落ち着きません。裏のスペースを狙う、裏へ落とした、ここはキーパー処理しました。コーチーニョ、リシャルリソンから左サイド、一旦前を取る、さあリシャルリソン、ブロゾビッチから大きく縦、ペリシッチ足元大事に行きます。サイドを使う、ファーサイド、ロングボールを縦に送る、抜けてくる、スペースを狙う、シュート、拾いたい、ボールを追います。ラキティッチから縦へのボール、さあカウンタースピードを上げたいところ、ブロゾビッチ素早いパスで攻め上がっていきます。マルキーニョス、ファーストハーフはまだスコアレスの展開が続いています。マルキーニョスから大きくサイドチェンジ、一人持ち上がっていく、コーチーニョからリシャルリソン、こぼれた、クロスを上げる、ペリシッチ、ブラジルが最終ラインまでボールを下げる、大きくサイドを変えます。さあここからの展開、コーチーニョサイドへ、撫でるようなボールタッチ、ビリオン、激しいボールの奪い合い、ダニーロ、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。裏のスペースを狙う、これはどうだ、ここは通しません。サイドチェンジ、このパスがつながります。一人で駆け上がるコーチーニョ、コーチーニョからアーチのようなパス、クロアチアはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。ショートコーナー、コーチーニョからのボール、さあどうする、さあどこに出してくる、スルーパスを狙う、カウンターを仕掛けていきます。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。さあ前半が終わりました。ブラジルとしては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。ブラジル対クロアチア、得点は動かないまま後半を迎えます。さあ後半スタート、ブラジルとしては攻撃の形はできてますから ね後半も続けていきたいですよね、はい、ラキティッチ、ペリシッチ、裏を狙っていきます、中に合わせてくるか、スピードアップしたいとこだったんですけどもね、ファールない、
コーチーニョからのスルーパスをカットしました。ブロゾビッチ、ラキティッチ、ペリシッチ、ペトコビッチ、ここで前を向けるか。リサルリソン、ボールを下げてリズムを作るか。マルキーニョス、カーテにボールを入れます。キーパーから前線へ、アレックス・サンドロ、アレックス・サンドロから長いボール縦へ、大きく縦へ、この位置で受ける。ブロゾビッチ、ボールがつながる。ダニアウです。ウィリアム、チャレンジはしません。後ろに流す。ミランダ、縦へのボール、アレックス・サンドロ、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。クロアチアとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、うん、俯瞰してものを見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。ミランダ、ダニーロ、ダニアウです。ダニーロ、大きくサイドチェンジ、激しいボールの奪い合いです。スルーパスを出す、緩いボール、これは再処理、クロアチアこれは奪い返します。ゲームは終盤、もしこの状況のスコアが動くことがあれば決定的なものと言えるでしょう。ボール、このシュートは収まりませんでした。いや、思い切って打ってきましたよね、いい姿勢ですよね。モドリッチ、長いボール縦へ、長いボールを送ります。左サイド上がっていく、自分で行く、ブラジル一旦クリアで落ち着かせます。ブロゾビッチ、さあ繋がるか。いや、もうギリギリのクリアって感じですよね。ダニーロ、ボールを下げてリズムを作るか。フェルナンジーニョ、アレックス・サンドロ、ダニアウです。さあ右へ預けて、ここで受ける、上げてくる、リズムを刻む、モドリッチ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。アレックス・サンドロ、フェルナンジーニョ、コーチーニョ、
プレッシャー、ラキティッチ、モドリッチ、フェルナンジーニョ、来た、シュートはジャストミートしています。いい姿勢ですよね。この積極性が大事ですよね。モドリッチ、ラキティッチ、ペリシッチ、ラキティッチ、ブロゾビッチ、コウチーニョ、ミランダ、ミランダから大きく縦、ダニーロ、クリアです。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。来た、ペリシッチ、来た、先制、クロアチア決勝点になろうかという先制弾。いや、決まりましたね。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。いや、綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。先制ゴールが決まりました。クロアチア、クロアチアとしては大きな1点が入りましたよね、はい、これで無理する必要はなくなりましたよね。そうですね。マルキーニョス、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。ブラジルがここで選手を変えるようです。ダニアウです。さあ、リシャルリソン打った、シュート、ブラジル同点のチャンスでしたが決まりませんでした。ちょっとこう目覚めた感じですよね、あの失点で。リシャルリソン、今のチャンスはものにすることができませんでした。柔らかいボール、チャンスを演出できるか。ふわっとしたボール、いけるか。さあ、上がる、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ここは間合いを取る、このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。フェルナンジーニョ、ブラジル、なかなか思うようにいかないようにも見えますね。そうですね、あと1回は必ずチャンスが来ると思うので、そこを決めきれるかがポイントですよね。リシャルリソン、来た、どうする、カリビッチ、ルーズボール、連続ビッグセーブです。キーパーの活躍が目立ってますね。
裏へのスルーパス、あっと抜けてくる、仕掛けるタイミングを図る。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。もうパワープレイで行ってもいいと思うんですけどもね。アレックス・サンドロ、うまいですね。左上がっていきます、中に入れる、チャレタツァル、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。両チーム同じタイミングで動いてきます。スルーパス、サーボールをアレックス・サンドロへ。これいいですよ。シュート、いやこれはわずかに右でした。ベルナンジーニョ、コーチーニョ、大事に行きたいですね。ここヘッドコビッチ、このボールはカットされます。ここで無情にも長い笛。1対0ブラジル敗れました。勝ち点は得られません。さあ北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ブラジルとしてはゼロで抑えられてしまったことを考えるとあまりいい負け方ではないですよね。早く気持ちを切り替えて次に引きずらないことでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ブラジルが1対0で敗れてしまいました。